私は幸、妊娠中の専業主婦。夫のリョータは優しいし、結婚生活に不満はないんだけど。また来ちゃった。ゆかり、ねえ、毎日来るのやめてって言ったでしょ？いいじゃん。それよりお腹空いた。この子は学生時代からの友人ゆかり。昔から天然で、思ったことはすぐ口にも態度にも出るタイプ。私自身は言いたいことも言えないタイプなので、以前はゆかりの強引なところも好きだった。あれ？まだりょうたくん帰ってないの？残念。最近は無神経さにイライラしている。ただいま。あ、ゆかりちゃんまた来てたの。そうなの。またお邪魔してまーす。さち、具合はどう？うん、大丈夫だよ。ねえ、りょうたさん、ちょっと聞いてくれない？うちの上司がほんとムカつくやつでさ。ちょっとゆかり、りょうたはこれから着替えるんだから。ごめんね。サチってばママみたい。私もここの子供になろうかな。はぁ？いいじゃん。長女ってことで、サチのお腹の子のお姉ちゃんね。私と同い年の娘なんかいらないわよ。じゃあ、りょうたくんの娘になる。ねえ、パパ。いや、ゆかりは毎日のようにうちに来ては、妊婦の私を気遣うこともなく、私が作った料理を当たり前のように食べ、りょうたにベタベタする。ねえ、りょうたくん、肩もんであげようか。私得意なんだよ。ああ、いや、今はそんなに凝ってないから。最初は気のせいだと思うとしていたが、やっぱりおかしい。今日はもう帰りたくないな。止めてくれない？お客用の布団用意してないし。みんなで一緒に寝ればいいよ。ダブルベッドに3人、きっと楽しいよ。冗談でしょ。そんなある日、お腹大きいと買い物も大変だな。牛乳はりょうたにお願いすればよかった。ん？あれ？は？なんでりょうたとゆかりが2人でいるわけ？ちょっと、2人で何してるの？あ、サチ。あー、サチだ。偶然だね。あ、いや、これは違うんだよ。ゆかりちゃんと駅でばったり会って、話があるからって相談に乗ってただけなんだ。そうなの？会社の上司の愚痴聞いてもらっちゃった。誤解だから、本当に違うんだよ。何が違うっていうの？二人きりでカフェなんて入って。ゆかりちゃんに話を聞いてほしいって待ち伏せされたんだよ。サチの友達だし邪険にできないだろう？俺だって正直迷惑してるんだ。毎日のようにうちに来るし、しょっちゅうメッセージも来るし。え？いつの間に連絡先交換してたの？私聞いてないわよ。そうなの？妊娠したサチの心配もあるし、連絡先交換しようってゆかりちゃんに普通に言われて、てっきりサチから言われたんだと思ってた。知らないわよ。さすがに我慢できず、私は後日ゆかりを呼び出した。一体どういうつもりなの？どういうって何のこと？りょうたは私の夫なのよ。なんで二人きりになろうとしたりスキンシップ取ろうとするの？別にいいじゃん。よくない。だって、りょうたくんかっこいいんだもん。は？じゃあそういうつもりであんなにベタベタしてたの？えへへ。え？ゆかりはりょうたと不倫する気だったの？不倫って大げさだな。だって何もしてないよ。かっこいいなーって思って仲良くしたいだけ。本気で言ってるの？全く悪びれずニコニコしているゆかりが恐ろしく感じる。これ以上ゆかりと一緒にいたら頭がどうにかなりそうだった。もう帰って、二度とうちに来ないで。え？なんで？それは嫌だよ。だって、りょうたくんとももっと喋りたいし、サチの赤ちゃんも気になるし。いいから、もう帰って。半ば強引に家から追い出すと、私は体が震えてくる。ゆかりってあんな子だったっけ？確かに周りのこと気にしない子だったけど、どっちにしてももう今まで通りの付き合いは無理だわ。ん？ゆかりからメッセージ入ってる。さっきはなんで怒ってたの？明日行くからその時教えてね。全然理解してくれてない。その夜。はい。もしもしさちさん？ずいぶん声が暗いけどどうかしたの？あ、お母さん。いえ、何でもありません。体調が悪いのかい？いえ。あんまり無理したらダメよ。そういう時は休みなさい。普段厳しい義母が私を気遣ってくれたのが嬉しくて、涙が溢れてしまった。泣いているの？もしかしてりょうたと何かあったの？そうじゃないんです。ちょっと悩みがあって、落ち込んでいたから。悩み？よかったら話は聞くわよ。ゆかりのことを誰に相談すればいいのかわからなかった私は、その言葉に甘えて全て話すことにした。義母は黙って聞いてくれたが、私以上に怒っていた。よくわかったわ。大丈夫。私に任せてちょうだい。お母さん？翌日。こんばんは、サチ。機嫌治った？こんばんは。あなたがゆかりさん？私はりょうたの母親ですけど。あなたね、妊婦の家に入り浸って夫婦仲をこじらせようとしているのは。え？何の
のことですか？私は妊婦の幸が心配だし、りょうたくんの話し相手にもなれるしって思ってきてるんですけど。あらそう。じゃあその役目はもう結構よ。今日から私がここで幸さんを見ているから。幸、嫁いびりされてるの？お母さんは私を心配してきてくれてるの。話の通じないゆかりとこれ以上会話しないようにって。ひどくない？もう友達やめるの？あなたが先にりょうたに色目使ってきたんじゃない。だってあのさ、俺も迷惑だからやめてほしいんだよね。サチの友達だから気を使ってたけど、やっぱりベタベタされるのは好きじゃないから。まんざらでもないって顔してたくせに。そんなわけないだろ。うちの息子がどういう態度をしようが関係ないわ。サチさんは大事なお嫁さんなの。無事に生まれるまでは近づかないでちょうだい。義母の険しい顔にゆかりはムッとしたものの、その日は黙って帰った。だが一週間後、ゆかりは現れた。あなたよほど暇なのね。じゃあ買い物お願いするわ。ああ、お風呂掃除もしないとね。お腹大きいとお風呂掃除は大変だから。うわ、めんどくさ。やるの？やらないの？やりたくない。ああ、そう。じゃあ何の役にも立たないんだから、帰ってちょうだい。目障りよ。サチ、友達なくすよ。もう友達じゃないからどうでもいいわ。何それ、ムカつく。こんなやりとりを数回繰り返し、結果ゆかりは義母の剣幕に負けて、気づけば連絡も来なくなった。一ヶ月後、お母さんのおかげでゆかりが来なくなって助かりました。ほんとだよ、ありがとう。りょうた、あんたがもっとしっかり拒絶して幸さんを守ってやらなきゃダメだろ。私がやったことはもともとあんたの役目なんだよ。自分の嫁が辛い思いしてるのに、自分も被害者みたいな顔してんじゃないよ。はい、ごめん、幸。いいよ。お母さん、この1ヶ月とても助かりました。おかげで落ち着いて予定日を迎えられそうです。それはよかった。ただ、今後の友人関係は大丈夫なの？はい。他の友人に全て話を通してますので。そう。だったらもう心配はないわね。他の友人らに話したところ、ゆかりは私以外にもいろいろやらかしの前科があったようだ。今回の件が引き金になり、みんな一斉に彼女をブロックすることになった。けれど、当のゆかりは天然なので、なぜ拒否られているのか理解していないらしい。あの子、確信犯じゃないのがまた厄介なのよね。あの、それでお母さん、もしよければもう少しここにいてもらえませんか？予定日まであと少しですし、お母さんがいてくれたら心強いので。サチさん。俺も母さんいてくれた方が会社行ってる間助かるし。あんたは私を当てにしないように、自分のことは自分でやるのよ。赤ちゃん生まれた後に大きな息子にならないようにね。うわ、わかったよ。じゃあ、お言葉に甘えて赤ちゃんが生まれるまでいさせてもらおうかしら。よろしくお願いします。安心して新たな家族の誕生を迎えることができそうで、私はさらに出産が楽しみになるのだった。